はい、260回目。今日は一人です。今日はね、まあいつも通りのライブ告知でも近況ですね。やっていきたいと思います。この前のね、2月26日の木曜日でヌーボっていうユニットですね、新しく川崎亮彼とまあやろうかと。まあ川崎亮っていうのはそのね、彼はもう、若くして忙しい男なんですよ。ずっとね、音楽作曲ですね、アニメの方で、アニメっていうのは今産業の中心でしょ。文化産業かな、文化のね、あらゆるエンタメのお金がアニメの世界に行ってますからね。その中心ですよ。ちょうど不滅のあなたへですかね。私はよく見てるのはテルマエロマエですけどね。あのテルマエロマエって見てると風呂入りたくなるんですね。なぜか、まあそれの音楽監督ですね。もう最初はフェイトっていうようなシリーズからね、いろいろやってますよ。まあ彼と、彼の曲でデヌーボってあるんですけど、まあ新たにっていうような名詞じゃないみたいですね、形容詞みたいな。まあそれでちょっとクラシック系のね、彼の友達ですねと、こちらがそう、このメンバーがいいんではないかというのを紹介して、初為替だったんですけど、これがね、びっくりするほど息が合うんですね。波長が合ういうかね、すごいですよ。久々ですね。なんかみんながみんなね、お客さんに見てもらおうということで、アピールするんですね、SNS でもね、来てください来てくださいということで、もう大抵そういうユニットやバンドっていうのはもう成功するんですけど、もう僕の経験上ね、まあ1回目やったのでよくわからないですよ、これからね。その辺は不確定なんですけど、同じ名前、古澤隆博、坂本隆博、古澤隆博ギターですね。エレキは絶対弾かないというなんかこだわりがあって、まあちゃんと確認してないですけど、生ギターですよ。生ギターですから私はディストーション踏めないですけどね、私エレベです。坂本隆博ですね、ドラムなんですけど、アコーディオンをね弾くんですよ。これがいいですね、アコーディオンっていうのは。私の年齢からするとノスタルジーですよ。空気震わせるんでね、なんか妙な言い方なんですけど、ハーモニカとかね、ハープよりもハーモニカですね、ハーモニカ、は空気震わせる感じしますね。それをもう少し太くしたんがアコーディオンですよ。そういうのもまあ名手ですね、うまいですね、本当に。元は何やってたか言ったらエレクトーンらしいですけどね。それでバイオリン、天野圭、彼女のバイオンも、まあこのデヌーボができたんが、天野圭ちゃんですね、圭ちゃんがポイントになってるんですよね。川崎亮がですね、川崎君が、コンサートをやって、その時に、天野圭が、バイオリニストとして現れたと。その時に水野正俊とやってるんですってねっていうような世間話をして、で言ってましたよっていうことを伝えられて、川崎君からですね、あ、そうしたら
あのバンドやるかで、ね、なんか私もね、ユニットやバンド作る時でピピッと来たらね、あの言い出すの口から出るんですけどね、メールしたら、あ、そうやりましょうということで、フルート上田真美子なんですけども、あのちょっとあれ面白いですね。川崎君との出会いみたいなもんで、川下の二言ぐらいかな、それもね、横で片二言こんにちはもないんですよ。私は立っててね、彼女はテーブルについてましたよ。お客さんで来てくれとったんでね、でこんにちはっていうような感じですよ。去年演奏良かったです、あどうもっていう、その程度ですよ。でそれからね、なんか、後日、まあ後日のネタつぼでね、いっぺんゆっくり喋りたいと思いますけども彼女呼んでですね、不思議ですね。なんかあれよあれよという間にメンバーとして、この日を迎えたと。もちろんね、初めてのセッションっていうのは、メンバーかどうか分からないんですけどね、みんなね、続ける意思があるかないか分からないんですが、みんな楽しくやって、これまたやりましょうというようなことで、まあデヌーボセッション、まあデヌーボですね、ユニット名が、これでやろうと、まあこういうスタートのバンドもあるんですね。面白いもんです。それでね、メンバーがですね、私以外絶対音感持ってるんですよ。困ったもんですね。私だけですよ、そんな持ってないの6名のメンバーのうち私以外5名が絶対音感持ってるんで、それで絶対音感が絶対必要な私フレットレスなんですけど、私が持っていないとまあうなりで全部音程を合わせていくタイプなんでね、面白いメンバーだと思います。私にとってもね、ちょっと、場面場面で冷や汗かくんですけどね。でまたこのデヌーボの話はゆっくりと別な機会に、やりたいと思います。さて、1月29日日曜日、これもまあ冷や汗トリオですね。20代2人、北川翔也と川口千里ですよ。南海トリオ、今回はね、まあ、ジェフベック追悼でもの意味もあって2曲ほどしようということなんですけど、私はね、そのやっぱりギター、まあ、ジャズ、ジェフベックっていう人はジャズとロックがあるとするならばあるんですけどまあロック寄りですね。でフュージョンとロックやったら、まあ、ちょうど真ん中かな。インストにかなり比重を置いていたロックギタリストという認識ですね。それだけにそのジェフ・ベックの追悼っていう意味でも、その曲をライブでやりたいというのはね、私じゃなしに、北川君と千里ちゃんですね、2人が言い出したんですね。面白いもんですね。私はね、やっぱりその実はね、まあエアギターなもんですよね。なんか中学生とか、の時にギター持ってね、なんか音聞きながらね、弾いてるようなエアギターをやりながらなんか狂ってた時期ってあるんですけども、小学校の時は年末にやる大工ですよ、それをタクトを振ってね、なんか演奏してるような一人でね、子供ながら遊ぶとか、まあ無我夢中になるんですけども、それのエアギターで、音楽やるとは思ってなかったんでね私はその中学校1年かなの時が小学校から澤田慎吾さんのあギターやろうと思ってねドレミアソラシドしかできないねんけど、
楽器ってどんなもんかなという通信講座というのを買いましたよ。中学校だったと思いますが、1ページか2ページで挫折しましたね。何これと、音楽違うとかね、なんか変な感覚になりましたね。でそれ以来もう楽器は向いていないと思っていたんで、それエアギターとかそういうのはね、まあ、中学生ながら、一人で、暗闇の中ね、爆音っていう機会はなかったですけど、まあ、大きな音で、ちょっと昼間誰もいない時間帯がある時にかけてね、狂ったようにエアギターですやってたのがジェフ・ベックというよりも、クリームなんですよ。エリック・クラプトンのつもりでエアギターですよ、その当時もうそんなベースなんて知りませんから、ジャック・ブルースなんて絶対エアギターやるつもりないですから、エリック・クラプトンですよかといってエリック・クラプトンにハマったかよってハマってないんですよね。だからまあそういう意味ではね、音楽にはね、まあビートルズのファンクラブは入ってましたけど、高校時代はね、ミュージックライフなんかにね、ビートルズ特集とかね、いろいろあった、そのミュージックライフの出版社の新興ミュージックと二十何冊も本出してるとは思ったら少しミーハーになるんですけども、全くその音楽に、携わるとは思っていなかったですからね。まあそういう意味でそのまあクラプトンにもハマらず、でビートルズにもね高校時代ハマりましたけど、楽器触った19でしょ、ベースはね。それで二十歳からもプロになったんで、もうジャズしかね聴かなかったんで、ビートルズ忘れてしまったんですね。なんかそんな感じなんでね、なんか音楽に縁あるのかないのかね、縁があるいうかね、自分は音楽好きなのか嫌いなのか言ったら研究はしたいんですよ。なぜか興味湧くんですね。ただ、そこまで好きかというと、どうかなっていうような謎な部分は自分の中ありますね。面白いもんですね、こういうのも。ということで、まあ何回取り、話が全然あさっての の方に行きましたけども、何回取りをぜひとも来てください。で2月はね、いきなり2月10日に水回りセッション久々ですね、3年ぶりですよ。まあマリちゃんともまた次のネタツボでちょっと喋ろうと思いますけども、メンバーですね、いつもマリちゃんが一人、こちら側から一人ということで、マリちゃん側からは磯貝マリちゃん、ギタリストですね。でこちらは下田雄仁くんですね、ギタリストです。もう雄仁くんはねもう40かななったんで、くんとかねそういうような言い方では失礼になるんですけども、久々ですよ。10年ぐらい前かな、ちょっとやったんですよ。でその話もね多分当日すると思うんですけど、面白い縁ですね。SNS ではつながっていたんで、いろいろと、まあ、インスタグラムなんかでも写真見ながらね、動画見ながら、ああ頑張ってるなと。でツインギターだったら、これはもう花あるんでね、友人くんだなと思いまして、声をかけて喜んでということで、ありがたかったですね。楽しいライブになると思います。2月12日、日曜日、焼き鳥です焼き鳥で約3×3+1、洋画金の壺、本当に焼き鳥ねうまいんでね、いつもね7本からね10本お土産で買って帰るんですよ演奏はともかく焼き鳥くんに来てくださいってね、まあ、私が焼き鳥打ったから見て儲かるわけじゃないんですが、音体巨匠大徳俊幸ですね。もう100万年前からね変わってないと思うんですよ。
それ難波さんと一緒かな。だからピアニストって変わらないですね、面白いですよ。なんかで、テナサックス高木沙耶ですね。一応なんかゲストって書いてますけどメンバーなんですよね、もうこの約 3×3 のね、高木沙耶、最近はもう自分がリーダーになって、ブイ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 いろんなところで活躍してるみたいですね。ドラム鳥垣優、3月かな、3月またゆうちゃんともネタツボで、聞きますけども、なにわの愛で、東谷力也が、まだ復活できないんで、女性陣をプロデュースしようということ でメンバーちょっと分かってないんでね、ゆうちゃんは参加するの分かりましたが、かなりロック方面で、ポップスですね、ロックポップス盛んに活動してますが、やっぱりジャズドラマーとして面白い展開してほしいもんですね。まあジャズドラマーとして、しっかりしてるんでね、そのジャズ界にも切り込んでってほしいですね。ということで、今回は短めですけども近況および、最近のライブ、これからのライブで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。